ウエストを細くしたい人をやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででん、バランスボールを使ってヒップクロスオーバーという種目を紹介します。この種目なんですけども、くびれ、骨盤の矯正、体幹部の強化、この3つが簡単にできます。トレーニングというよりもストレッチに近いので、運動が苦手な方にもとてもおすすめです。で、今回ですけども、こういったエクササイズチューブがある方はですね、これを腰に巻いて行うことで骨盤の矯正ができますので、ある方はぜひ使用してください。では説明します。エクササイズチューブを持っている方は、腰の少し下あたりにですね、エクササイズチューブを巻いてください。ゴムなのでコブ結びにせず、一回通してもらうとしっかり止まります。この状態でやっていきます。仰向けに寝た状態でボールの上に両足を乗せます。しっかりかかとでボールを手前に引き寄せて、手は横に伸ばします。ボールを床から離れないようにゆっくり左右に動かしていきます。足を動かした時に肩が床から浮かないように、しっかり上半身は安定させてください。しっかり伸びてくると、動かすスピードを少し速くしてしっかり伸ばしてください。だいたい5往復を目安に毎日行うと効果的です。後ろから見るとこのような感じです。体をひねった時に肩が浮きそうになりますが、できるだけ抑えてください。この動きを毎日お風呂上がりに5往復です。お疲れでした。今みたいにですね、5往復毎日やってもらうだけで、ウエスト、体幹部、骨盤に効きます。このゴムがない方はですね、骨盤歪みよって方はぜひね、1本購入おすすめします。だいたい500円ぐらいとかね、3本セットとかで1000円ぐらい売ってますんで、これ1本あると便利です。で、骨盤が歪んじゃうとですね、下半身太りになりやすかったり、あとは腰痛の原因になりますんで、いつも同じ方でカバン持ってしまうとか、いつも足を組んでしまうとか、そういった方はですね、必ず骨盤歪んでますんで、今みたいにゴムチューブを巻いてヒップクロスオーバーをしてもらえたらと思います。この種目はストレッチに近いので、お風呂上がりに体が温まった状態で行うのがベストです。勉強だった方はグッドボタンやコメントもよろしくお願いします。このような動画を作ってほしいなっていうね、何か要望があればお気軽にコメントください。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.